せようぜ。ゆっくり耳かせてようこそ。ヨウムダニョン。マリンです。それでは、早速始めていきますね。今日の手術道具は、フォークになります。耳を傷つけないように、マジックテープを貼りますね。今日はなんでフォーク用？私は王冠剣と白王剣で耳かきしたかったのによん。ほら、ちゃんと王冠剣を持ってきているにょん。漁師じいちゃんに鍛えられたこの剣術で、この耳垢を切ってみせるにょん。あー、腕が鳴る。早くこの刀で耳かきするにょん。ヨウム、落ち着いて。ヨウムがそう言うと思ってね。実は、霊夢と相談して、今日の手術には、誰か付き添いした方がいいんじゃないかという話になったんだよ。それは、私がまだ20ということにょんか。いや、そういうことじゃなくて、刀で耳かきはないかなって。刀で切れぬものなど、あんまりないにょん。うん、わかってる。飴を切れるようになるには、30年はかかるにょん。空気を切れるようになるには、50年はかかるにょん。時を切れるようになるには、200年はかかるにょん。だから私は、何事にも刀を用いて、早く一人前になりたいのに。霊夢とマリンは、それを阻止するのかにょん。いや、ヨウムは何事にも一生懸命で、努力家ですごいと思うよ。だからね、今日は刀と同じ素材の、フォークで手術することにしたんだよ。あ、そういうことだったにょんか。霊夢もマリンも、ちゃんと私のことを考えてくれたにょんね。じゃあ、今日はフォークで頑張ってみるにょん。うん、わかってくれてよかった。私は、いつも一生懸命だにょん。なのに、霊夢には、ただの通り魔、と言われるし。マリサには、縁起が悪いので、って言われるし。パチュリーには、怨霊、とか。昨夜には、お尻強盗、ってろくなこと言われないにょん。でも、私は人間と幽霊のハーフだし。何より、この2本の剣が、心の支えだにょん。だから、この刀で耳かきするって言ってごめんなさいにょん。人間には、刀は怖いにょんね。うん、ヨウムもいろいろ大変だろうけど。今日は、ヨウムが主役だし、お客様のために一緒に頑張ろうよ。え、私が主役にょんか。そうだよ、視聴者さんからご指名受けたんだよ。そうにょんか、それじゃあフォークで頑張らなきゃいけないにょんね。お給料も少しだけど上げられるし。ヨウムはラーメンとか好き。ラーメン好きにょん、なんて。近くに新しいラーメン屋さんができたから、帰りにおごるよ。やったー、じゃあ、味噌ラーメンがいいにょん。じゃあ私は、豚骨ラーメンにしようっと。あ、豚骨ラーメンもいいにょんねー。うん、コラーゲンたっぷりだよ。いいにょんか。もちろんだよ。その代わり、またお店を手伝いに来てほしいな。もちろん、お安いご用にょんね。あはははははは。お客様が眠ったみたいにょんね。うん、
業務の耳かきが気持ちよかったんだね。